トマト安かったね、1袋100円とか、うん、そして私たち全員で食べるこちら、じゃじゃん、こちらがですね、レンコン天ぷら味付きですね。美味しそう。はい、大谷智也さんが作ってくださっているレンコンの天ぷら。大谷さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あれすごいよね。大きいジャンボいなり、まだ食べるときご紹介しますが、大きい、ね、ジャンボいなり、すごい讃岐のお稲荷さんらしく結構好き聞かしたのね、うん、でお稲荷さんの揚げは甘いね。甘い、そのなんか甘さと酸っぱさのバランスがもうたまらんね。具材がコロコロしとってね、を埋めてくる。
ました。はい、こちらですね。こんなに入って、うん、ね、いっぱい入ったんね、はるか。ね、トマト、産直で買ったトマト。ジジイ。うん。お家ではね、ジジイがトマト作ってくれているので、はるくん野菜見るとすぐジジイと言ってしまうんですが、はるくん一個食べてください。どうぞ。取れる？取れる？その背中向けてたの。はい、ハグいただきますしてくださいよ。いただきます。あ、そこに乗せるんですか？はい。いただ、こっち向いて食べて。はい。どうぞ。おいしい？うん。これ赤々しい。はい。うん。甘いね、はるくん。う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 ん。おいしいね。みずみずしくて。みずみずしくてすごい美味しいですね。はい、これ多分全部ね、はるくん食べちゃいそうですけど、パパ帰ってくるまで残ってるかな。座って食べてよ。うんうん、うん、美味しいね。うん、はい、あのね、はい、どうした、痛い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 、うん、はい、おいしい？いだ、こんだけね入ってね、80円って安いですよね。ジジイ。ねえ、美味しいね。はい、トマト食べよう。パパもちょうだい一つ。はい、おかえりパパ。ください。今日も食べた。今日も食べたよ。恥ずかしいね。食べる？なんか乗ってても大きいかもね。はい、一つも。はい、どうぞ。いただきます。うん、うん、うまみじゃ、甘いね。うん、あ、おいしい。さあ行こうか。はい、早く後ろ乗って、レッツゴー。はい、休憩中に、少し休憩中にトマトをいただいたので、トマト次はメインディッシュに参りましょう。いつも畑で採れる常温のトマトしか食べないけど、クラボックスめっちゃ美味しかったね。はい、メインディッシュに参りますね。いいよね、これ。はい、こちらジャンボいなりですね。あの産直に書いてあったんですけど、こちらね、あそこの産直名物らしいです。あ、そうなの。うん、産直名物ジャンボいなりって書いてる。はい、こんなにね、大きくて2つ入りで500円しないという、ワンコインで買えちゃう、そんなお稲荷さんを今からいただいていこうかなと思います。はい、それではですね、こちらの大きい大きい、私の手と比べてみましても、手のひらに乗るだろうかという感じの、こちら食べていこうと思います。食べちゃった？ごちそうさま？どこ来た？最後の一個いってるわ。ああおいよー、すごいね、はるくん。よいしょ。はい、ではちょっとね、じゃじゃん、車
の中での撮影は難しいものがありますね。はい、わ、見て、こんなに具が入ってるの。あ、グリーンピースも入ってますね。椎茸と人参と高野豆腐にグリーンピースにお揚げっていう感じですね。それでは食べていきましょう。はい、それではね、食べてみたいと思います。2本丸ごと入っておりまして、お値段なんとダダン150円という、なんとリーズナブルなんでしょうか、はい、これをね、はい、はるくんも大好きなのでバリッとバリバリッと食べていこうかな、はい、それではですね、こちら食べていこうかなと思います。
まあ、美味しい。うん、まあ、美味しい。美味しいね。あ、すごい。塩っ気や刺し目でさ、うん、さっぱりしてるね。うん、なんぼでも食べれそう。売り行きますか。ちょっと食べさせてください。はい、こちら売り。こんな絵ある。こんな運転しながらこんな絵ある。いただきます。うわ、いい音するね。うん、うわ、売りはね、すごい塩分しっかり、なんかね、夏のプールみたいな香りがする。あー、なるほどね。なんかこれさ、塩素の匂いっていうわけじゃなくて、そんな爽やかな香り、例えるなら海持って行きたいね。うん、川とか。うん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 、めっちゃ美味しい。それでは食べましょう。美味しい。こっち食べようか。こっちでもいいよ。ハルくん、キュウリ美味しかった。うん、うん、これ見て、ハルくん、ほら、うん、これめっちゃでっかいマウスパッドみたい。いただきます。にんじん入っとるね。うん、うん、にんじん、うん、にんじん食べる。わお、はい、おいしい。目的ついてしまったの、食べる、うん、終わる。はい、こんな感じで山本家の産直でお昼ご飯買ってみました編でした。はい、まあ、この後もね、ドライブまだ続くんで、食べながらね、はい、やっていこうかな。ドライブをしていこうかな。今日はこんな感じの山本家のドライブお昼、ん、ドライブランチでした。じゃあねー、バイバーイ。バイバーイ。ついつい